じゃあ今回は眩しい。はい、今回は初心者に向けて動画を作ろうかなと思って、まあ、最近さ、やっぱスケーター増えてきて、俺の YouTube 見てスケボー始めたっていう人結構増えてきたよね。俺はもう嬉しいわけよ。それが目標で YouTube 始めて、こうやってスケーターが世の中に広がってって、もう全国な、もう今見渡せば滑り台の数々のようにスケートパークが増えることを俺は将来なんてっていうことで、まあまあ痛かったよと、始めたいよという人が、まあ一体何から始めたらいいのかなっていうと、一本なヒゲもやじ親父に作れ言われたからな、作ろうかなみたいな。よし、じゃあまず、まあ俺今日今皿のデッキ用意したんやけど、これ今村スポで買ってきたんや。全然違うな非売品やな、村スポの。これな、これ今ちょっと初心者の気持ちになろうと思って一から今デッキコンプリート組んできたから、うん、まあ今日はまあ初めてこのスポット行きたいんやけど、まあ、なかなか、まあ、レールもあるし、なんか初心者用のキーもあるし、じゃあまず、まあ、簡単な話、乗り方から説明していこうかな。まずあのグーフィーかレギュラーをまず決めなあかんね。何段言うたらスタンスなんですか。こうやって乗るか、左肩が前に乗るか、次逆、右肩が前か、こういう感じな、スタンスだ。左肩が前のをレギュラーって言って、右肩が前のことをグーフィーって言います。で、レギュラーの方が多いかな。けど最近上手い人グーフィーよね。もう世界で名を馳せてる人大概グーフィーか。わった。で、どうやって決めたらいいんやろって思うときに、まあ自分の軸足がどっちなんやつ、サッカーボールをイメージしてくれたらいいんだ。サッカーボールこうやって蹴る人、まあ、右足で蹴るんやったら大概右、プッシュレギュラー、左足が前、左足と左肩が前で、サッカーボール右足で蹴る、左足で蹴るっていう人は逆、こっち、うん、し、まあ、それで、まあ、それでも、まあ、あの例外な人もいる、たまに逆な人もいるけど、まあ、ウイジスキーなんてさ、スイッチもさ、レギュラーも平均もノーリも全部やらなあかんやったら、まあ、別に最終的には一緒なんやから、とりあえず自分は、まあ、どっからスタートすんねんっていう話、レギュラーからスタートすんのか、右からスタートすんのか、どの道全部やらなあかんか。で、まずスタンスがつい決まった場合、全部で初心者の人オーリー行くまでに多分な、俺は、3つの技を取得しといた方がいいと思って、まあ、初めに言うな、プッシュ、次チクタク、で次エンドオーバー、この3つ覚えてたら多分オーリーって大丈夫。どういった技か今からちょっと軽く見せんな。じゃあまずチクタクから、俺レギュラーやから初めに、左肩は左足が前の人やから、レギュラーやし、レギュラーのチクタク、スケボーってレギュラーの人は絶対にこう左手にスケボー置きます。右に置いてたまに、こうやって乗ってる人いるけど、こうやってそんなおかしいか、普通に乗るときはレギュラーまず横に立つで、足を前に乗せるで、こっちに行ける。あこれがプッシュです。で、まあ、さっきちょっと向こう遠かったからやってます。スタンスね、レギュラーの人はスケボーこう乗る。この時にこの足は前のこの4つのビスって言われるネジの上に足を乗せる。で、今、まあ、俺蹴らへんけど、今プッシュしました、蹴りました。蹴ったらこの後ろ足は逆に今度こっち、後ろのビスの上に乗せます。ほんである程度スピードついてきたら、プッシュのスピードが上がってきたら、プッシュする必要がなくなってくるから、そういう時はもうこっちの足はちょっと自動的にこう、こういう感じで前側傾いて、こういう状態でプッシュする。これが基本ね。降りる時も逆、こっちから降りる。絶対たまに降りる時にこうこうやって降りる人いるけど、降りる癖はもうつける。乗り癖と降りる癖は絶対こっち、こう開きたいんやからもうこっち側で降りる。こんなとかの「はい」とか、あーいとかならない必要はないんで、オッケー。はい、次、じゃあチクタク。これはどういったトリックかって言ったら、初心者の人から考えれへんと思うんやけど、今さっき教えたプッシュ、あれは移動するときに使う技、スピードが足りひんかったりとか、まあこぎたいときにやるもんや。実はチクタクっていうトリックは、そのプッシュをなくても自由自在にスケボーに両足乗ったままでもスピードがついて進めるっていう。
そんなんありえんの、エンジンでもついてんのみたいになるやん。これだから初心者甘いでかごたるいやるからちょっとなあ、さっき今ポンポケにしたいけど、あえてわかりやすいポンポケにします。ポンポケなんです。まず初めに見せるのはゲームのこれ、いきます。あ、すげえやろ、エンジンついてる、見てやってやる。いい、はい、大体元気を説明していきたいと思います。はい、さっきのスタンスの乗り方は右から点この時に、あのスケボーの板、テールって言われる。後ろの方をテール、前の方をノーズって言います。何の役かというか、テールと尻尾、ケツってことや。ノーズは分かると思う、鼻、前だから、ノーズとテール。今からこの用語使って喋っていくから、よく聞いてください。まず、さっき言ったように乗り方、こっちからこうやって乗って、乗ったら後ろ足をテールのこの辺に置きます。人間の体重をさ、この状態からこっち側に寄せたらどうなるかって、板こうやって持ってくる。その分相手はこれになってるから、この状態を生かしてこれを上下に振ります。これ海外でも技名チックタックって言って、なんでか言ったら振り子時計みたいな感じ。こうやってチックタック、チックタック、昔のあの大きなのこの振り時計みたいなやつで、こんななってるやつ、あれの動き似てるからチックタックって言ってで、次こっからどうするかって、これ結構難しいんだよ。肩あるやん、肩をこうやって軽く振る感じで、この振った勢いで一気に、はじめはバランスが取れへんくて、もうなんかこんななったりとか、めっちゃぎこくなる。なるけど、できるようになってきたら大幅に振れるよ。あとはもう今進んでるやん。これを速くすれば、原理で言ったら、ちょっと分かんないけど、上げてる間にこっちのウィールを支点にして、後ろ側のウィールを前にします。そしたら前進んだよね。で、次は後ろのウィールを支点にして前のウィールをこっちにやる。そしたらまた前進んだよ。これがずっと続けばこういう状態になる。イメージ、これがチクタクの原理。まあ初めは分からんと思う。でもやってみたら進んでいくようになる。多分な、頑張ったら3日とかできるようになる。よし、頑張ってチクタクやって、できるようになってきたら、まあ、こういった坂あるやん、軽い上り坂、分かり坂の上り坂って映像で分からへんけど、だいたい45度ぐらいの斜面、急やな。見てもらったら分かる、この45度の坂、今からも牛じゃなくて、髪とは流れてない。こういう、もう角度きついぐらい坂やから、今こういうのですぐ下がっていくけども、まあ慣れてきた。まあ、これぐらいの坂ぐらいと上がれるようになったら、チクタクはバチグちゃう。では最後、3つ目、エンドオーバー。これは登録者が増えるからとか、そういう理由で初心者になんか動画作ってしまうの。もうそういう気持ちだったらカメラマンやけど、はい、いや俺が言ったみたいになってはい、最後エンドオーバー、はい、エンドオーバーどういった音かって言ったら、まあ、ちょっとかっこいい。これはプッシュチクタクができてからな、見せるわ。プッシュしてからエンドオーバー、エレベーターに乗るときはこっちから、こう起きて、起きた、回らなかったね思った人いるやろ。これがね、回ったからかっこいいと思うやん。思うやん、結構誰でもできる、チクタクさえできれば標準できるから。はい、スタンスまず教えていきたいと思います。エンドオーバーっていうのは、さっき見たけど、一周回るのトリックや。エンドオーバーってさ、さっきチクタクやった時に後ろ足をこっち、これは前を上げるためな。エンドオーバーは両方や、両方浮かす。こっちも浮かなあかんし、こっちも浮かで、どういったもんかって言ったら、こっち側にぐるっと回った
これがいい。さっきこれを早くしただけ。こういう風に両足にスタンスを置いてます。両方置ける状態になってます。で、初めは前を中心にお腹側にぐるっとくるんです。で、次はこの逆、背中側にこう蹴り回る。これ最後が難しい。結構な初心者の人でここまではできる人いいんだよ。ここでよくよくいんねん。これも後で説明します。エンドオーバーのやり方で一番の簡単な方法は、まず両手を広げること、大の字、大の字作ってよろしくお願いします。